はいこんにちはイーコンセプションの福島真希子です今日はアロマセラピーの一番簡単な楽しみ方についてお話ししようと思いますエッセンシャルオイル精油ですねのボトルを使ってそのまま香りを嗅いでもあもちろんアロマセラピーを楽しめるわけなんですけれどもこの香りを効率的に簡単に、えー、楽しむ方法 でね、いろんなものがありますねディフューザーとかアロマポットとか、まあ、そういう何て言うんですかアロマの匂いを精油のね香りを拡散させるためのお道具いろいろあるんですでもねその中でもちょっと今日はね私これは超気に入ったっていうものがあるので、えー、ご紹介したいと思います。すすすっごくシンプルなんですけれれども実はこれ見えますかえまかーとね これただの瓶なんですよ <laughs> なんですけどこれこれねガラス瓶なんですけどねこの中にあの精油を入れるとそうするとねかなり、えー、香りを拡散させることができますもともとは車用にね作られたみたいなんですけどでもね車だけじゃなくていろんなところで使えるんですねで、えー、私が今使っているのは バスルームとかあととかかあおトイレとかねあの小さめの空間だったら十分変わるしでそれからまたお勉強する時にあの別に部屋全体香らせる必要ないじゃないですか勉強してる自分の辺りが香ってれば集中力ねサポートしてくれたりしますよねそういう時にはあの机の上にちょっと置いいいくだけでいいんでんすよそうすると結構これがあの自分の周りに香るんです。 でどういう仕組みになってるかっていいますとまずこう開けていただくとですね蓋をね <laughs> はいあのこんな感じで結構大きな口になっている広口広口というにはちょっと大げさですけど大きなあの入り口になっていますのであのこれね声優を直接ドボドボって入れることができます。でどうやらね 10ミリぐらいまでは入るんですよでもね私の感覚だとね多分5ミリぐらい入れれば十分この半分ぐらいまで入れれば十分な感じですもっと少なくても大丈夫ですでこれ入れてますよねそうするとこの蓋の裏側にあのこう分かるかなあのこの紐紐が通ってるんですねなんでこうして蓋をしてそれで精油が入ってるとこうひっくり返すと精油がこの紐にくっつくんですよねで そしてこの紐を伝ってこの外に出てきて周りに香るっていうすごいシンプルなんですけどなかなか賢いアイデアなんですね。でこうなんかこうストッパーがついてるんですけど、まあ、結んでもいいですよね。あの車だったら あの送風口っていうんですか冷房とか暖房とかが出てくる空気が出てくるところにこう縛り付けといてもいいですしあのお家の中だったら例えばドアノブのところにつけとくとか例えばあのトイレットペーパーのホルダーにあるホルダー、まあ、デザインにもよると思うんですけどそこにくっくりつけといたりとか、まあ、ただ置いとくだけでも OK ですね。ねすごい便利だと思ってでねあのこれそのままあの精油を入れただけ放っといても香ることは香るんですけれどももっと香りを強めたい場合 いはこれひっくり返すんですすひっくり返すとこの紐のところにもっと精油が染み込むのでより香りが広がるっていう仕組みなんでこれを何回ひっくり返すかどれくらいの頻度でひっくり返すかで、えー 広広がががる香りの広がりの方が調整できますそして、えー、これあの持ち歩いもしねカバンの中に入れて持ち歩いたりする場合はこのままだと多少漏れてくる恐れがありますのであの中栓もついてくるんですねこれが中栓なんですけれどもあのこれをあの蓋のところにクッと入れればこの入れたあ結構硬いおし書いたパタッて <laughs> こう入れておけば持ち歩いて てる時も漏れないっていうものになっています。 でえー、とこの中に入れる精油なんですけど、えー、精油100%のものを使うのがおすすめです希釈されているなので精油100%あるいはあの精油のブレンドアロマブレンドの、えー、精油が100%でブレンドされているものですね例えば e コンセプションの中だとシトラスフレッシュとかメディテーションとかスリープとか、まあ、いろんなあ,のありますけれどもその中でも方向浴用ブレンドっていうのを がおすすめですあの精油が100%なので揮も力もありますし香りもかなり香るようになります。で、この靴の中に精油を入れていくわけなんですけどあの精油のほらこのドロッパーからこうやってテケテケ入れてもいいんですよテケテケ入れてもいいんですけれども結構時間かかりますよね一滴一滴入れてると。それをもうバッと入れちゃいたいなっていう時はこの精油のドロッパーの部分を外すことができます。 これ手でで触るとよくないです精油が直接手につくのはよくないのであの私が気に入っている方法はじゃーんハサミなんですよハサミを使ってここのところにハサミをね入れてねでキュ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 ってやると取れますのでちょっとぜひ皆さんやってみてくださいナイフを使う方法もあります私はハサミの方がやりやすいんでこんな感じ見えたかな今こんな感じで取れますはい,一度このように空いた えー、ドロッパーをねまた閉めるときどうするかっていうとシンプルに蓋をですね上にしてもらって閉めればドロッパーも閉まります開けてみましょうかほらドロッパー閉まってる、うん、結構簡単にできますので、えー、ゆず効かせてやってみましょうこれね今私はあのクリアブレインの朝用をこれ えとバスルームに置いてるんですよ朝起きた時にフレッシュな香りで目が覚めるっていう <laughs> そういう魂胆でやっておりますがなかなかいいんですよ是非使ってみてください。ではまた。